H2A ロケットの一段目の LE-7A エンジンアメリカ航空宇宙局ジョンシーステニス宇宙センターで燃焼試験中の RS-68 エンジン排気が透明なのは液体水素燃料を燃焼させているためであるロケットエンジンとは推進剤を噴射することによってその反動で水力を得るエンジンであるニュートンの第三法則に基づく同義語として ロケットモーターがある。こちらは固体燃料、ロケットエンジンの場合に用いられるのが一般的である。例えば化学ロケットのロケットエンジンは燃料の化学反応イコール燃焼による高温、高圧のガスを噴射することによってその反動で推進力を得る。通常、エネルギー源と噴射する物質の双方を指して推進剤という。 燃焼室の化学反応で得られた圧力は、ロケットエンジンノズルによって速度に変換され、高速で後方に噴射される。電気推進の場合は、電気的な効果により推進剤を加速するため、ノズルを備えないものもある。ジェットエンジンとの違いは、ジェットエンジンが外部の空気を吸入、圧縮して燃料と混合し燃焼するのに対して、ロケットエンジンはあらかじめ搭載している。 酸化剤を燃料と混合燃焼させる点がある。このため、短時間で大きな力や仕事率を得られる、真空の宇宙や大気圧の小さい高高度、水中などでも使用可能である、といった理点の反面、長時間の連続使用には不向きである。損耗が激しいことや宇宙飛行、兵器利用など、回収の難しい用途が多いことから、 スペースシャトル用のスムなどを除いて多くは使い捨て、方式である。化学ロケットの場合、水力はガスの噴出速度と燃焼圧力、外部圧力の比によって決定される。大気中においては、大気圧が存在するため、圧力光のファクターが大きく、相対的に高い燃焼圧力が要求される。真空中になると、外部圧力がないため圧力光が無視され、変わって、 噴出速度が重視されるようになる。ロケットの効率を示す指標として、非水力がある。これは、ガスの噴出速度を重力加速度で除算したもので、質量 1kg の推進剤で 1N の水力を、どれだけの時間持続できるかという意味を持つ。燃費と異なり、数値が大きいほど効率が良い。電気推進では、非水力を重視しているため、水力が極端に、 小さい代わりに、脂水力が価格ロケットよりもはるかに大きい。ロケットエンジンの燃焼室内からの噴出の反動で推進する。化学ロケットには、固体燃料ロケット、液体燃料、ロケット、ハイブリッドロケット等がある。固体燃料ロケットは、構造が単純で、小型化しやすく保存も容易だが、一度燃焼を始めると、制御が難しいため、 小型のミサイルなどに用いられる。液体燃料ロケットは制御は固体燃料ロケットに比べてた安いが燃料の保存、打ち上げプロセスが複雑である。ハイブリッドロケットは両者の利点を合わせ持つものとして研究されている。ロケットエンジンの燃焼温度は燃料、燃焼圧力などによるが最大で摂氏3000度以上に達する。 ロケットエンジンの燃焼温度は燃焼室の素材の融点よりも高く、グラファイトやタングステンの融点よりは低いがそれらの材料は酸化されるので適さない。再生冷却やアブレーション冷却、フィルム冷却等により既存の材料を強度を損なわない温度化で使用する。セラミックや傾斜機能材料等、耐熱性に優れた素材の開発も進められている。 化学推進ロケットの性能は事実上推進剤の蘇生によって決まる。ロケットの冷却方法、非冷却アブレーション冷却放射冷却ダンプ、冷却再生冷却カーテン冷却フィルム、冷却再生冷却では従来は管をロー付けすることによって燃焼室やノズルを形成していたが、この製造方法は熟練を要し、品質を維持することは困難だった。近年は、 旧ソビエト連邦で開発された重量は多少マスが頑丈で信頼性が高く、品質管理が比較的良いなチャンネルホール構造が増えつつある。推進剤を燃焼して生成した高温高圧のガスをノズルから紛失してその反動で水力を生み出す。固体燃料、ロケットエンジンはロケットモーターとも呼ばれる。内部に固体の推進剤が入っている。 燃料を貯蔵する容器は、高調力光や炭素、繊維強化プラスチック等の複合材でできている。燃焼形式は主にノズルに近い部分から徐々に燃える、単面燃焼方式と燃料が、マカロニのように、中心部に穴のある形状で内部から外部へ燃焼が進む、内面燃焼方式が用いられる。単面燃焼方式の場合、燃焼面積が一定のため、 一定の水力を持続するが、モーターケースは高温高圧のガスにさらされるので、耐熱性を要求される。一方、内面燃焼方式は普通の円形の穴を開けた形状にすると燃焼が進むにつれ燃焼面積が増加し水力が変化するので、水力を調整するために断面形状が工夫されている。一般的には水力を持続させる際は、単面燃焼方式が 短時間で高水力を出す際は、工房断面の内面燃焼方式が用いられる。固体燃料ロケットの大型化には、困難が伴う。仮に、大きさを2倍にした場合、地上三乗の法則により、体積、重量は8倍になるが、燃焼断面の表面積は4倍にしかならないため、増加した重量に比例した水力を得るためには、燃焼速度を2倍にする必要がある。 そのため、大型化すれば、それに応じて、高速燃焼の素性の推進剤を開発する必要がある。したがって、固体推進剤の燃焼速度の問題が解決されない限り、実用上の固体燃料ロケットの大きさには上限があるとされる。常温で長期間保存できる。必要な時に短時間で発射が可能。大水力が比較的容易に得られる。 密度比水力が大きい。出力制御が混乱飛水力が小さい事情3条の法則により燃焼速度によって大型化が混乱液体燃料を推進剤として使用する形式のロケットエンジンである。推進剤の組み合わせで多様な用途に用いられる。燃焼方式には、ガス発生期サイクルや二段燃焼サイクルやエキスパンダーサイクル等複数の形式がある。 飛水力が大きい出力制御が可能で、機種によっては再着火も可能構造が複雑燃料の種類によっては常温での貯蔵が困難な種類もある。発射まで時間がかかる。密度飛水力が小さい。液体燃料、ロケットエンジンは推進剤をエンジンに供給する方式によって以下のように分類される。ガス発生サイクルのエンジン少量の推進剤を燃焼させて、 ターボポンプを駆動する方式。二段燃焼サイクルのエンジンガス発生液サイクルと同様に推進剤を燃焼させてターボポンプを駆動し燃焼ガスをメインの燃焼室へ戻す。推進剤の無駄がないため熱効率を高くできる。エキスパンダーサイクルのエンジン燃焼室の冷却に用いた燃料でターボポンプを駆動する。上段エンジンに適しており。 再着火能力を備えるものも多い。エキスパンダーブリードサイクルのエンジンエキスパンダーサイクルと同様に冷却に用いた燃料でターボポンプを駆動するがターボポンプを駆動した部分の水素ガスをノズル内に捨て燃焼には用いないという開いたエキスパンダーサイクル。圧送式サイクルのエンジンヘリウムガスや窒素ガス等でタンク内を加圧することによって推進剤を燃焼室に送る。 ターボポンプを使用する方式よりも構造が単純で信頼性が高い。構造上大規模なエンジンには適さない。三液推進系三液推進系には複数の形式があり、三種類の推進剤を組み合わせる形式と飛行段階に応じて推進剤を切り替える形式がある。前者の場合リチウム、フッ素、水素を同時に燃焼させる方式があり、後者の場合は、 単断式宇宙輸送機への搭載を機として、低高度では、ケロシン、液体酸素、高度が上昇すると、液体水素、液体酸素の組み合わせに切り替える方法が模索される。低高度で密度の大きいケロシンを燃焼することで、燃料タンクの小型化が可能になり、高高度では、被水力の大きい水素を燃焼する。保護振動とは、液体燃料ロケットの飛行中に、 エンジンが共鳴振動する現象である。このような振動は燃料の流量が増えた時や燃料流量が減った場合、圧力の変動が順番に集まり、エンジン内の圧力の変動が引き金になり発進する。燃料システムの共鳴振動周波数で発生すると振動は徐々に強まり、機体を破壊する。ポゴ振動のポゴはアクロニムではなく、英語のポゴスティックに由来する。 この現象が十分解明されていなかった1950年代から60年代のロケットが少なからずこの現象により失われた。上段エンジンの比較技術実証用のオーダーメイドものも多いが、イオンエンジンを中心に製品化されている。現在でも多くの研究が進む。推進剤を電熱線やセラミックヒーター等で温めるだけなので、初期の人工衛星には多く搭載された。 極めて高い脾水力を発揮し、現在の商用衛星では標準的な装備となってきている。多くの1から2キロワット級アークジェットが衛星システムに搭載された実績を持つ。旧ソビエト、ヨーロッパを中心に実績を持つほか、アメリカでも意欲的に研究が進む。電磁力を使用するスラスタ。単純なシステムと高いエネルギー密度を実現できる。 ありがとうございます。